いゴーヤさん、なんやそれ、上がってきてくれますか。完全におちょくってんな。いいえ、なんや今の、今のもう一回言ってみ。ネッピー君もリプシーちゃんもおちょくられてんぞ。ネッピー君こっち来てください。ちょ、おちょくってるやろ。ほらネッピー君来てくれるって言ってますよ。いや来て、全然来てへん。ネッピー君全然無視してるやん。はい、あ、最近発見したんですけど、お姉さん、はい、僕の立ち位置はここがええなと思って、ちょうどマイクのケーブルが前通してこんな感じ。あ、じゃあ、はい、そちらで、はい、僕下で、はい、それではじゃあステージの方を始めていきたいと思います。やるぞ皆さん、はい、京セラドーム大阪にお越しお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、思ってた通りやっぱおっさんが多いね。おっさんが。そうですね。今日は、ね、R50 というイベントがございます。ありがとうございます。皆さんも漏れずいつも通りのメンバーで R50 でお越しいただきましてありがとうございます。はい。今日海の日、もう夏休みやっていうのにね、こうね、この祝日におっさんっていう。やっぱりおっさん嬉しいですね。嬉しいですね。はい、たくさん来ていただいて、また子供がたくさんっていうところがおっさんばっかりだよね。最高やな。はいはい、おっさんがお得な日なんですよね今日ね。そうなんです。すごい、すみません、 R50 って僕の中でおっさんばっかりのイメージだけど、おばちゃんもそうですね。はい、そうですね。そうです、おばちゃん、おばちゃんっていうのはちょっとレディーに失礼ですけども、かろうじていてはりませんでした、よかった。はい、またお楽しみください。はい、はい、ディズドリームさんお待ちなのでパフォーマンスしていただきましょうか。早速ですね、はい、今日も暑いですよ。はい、暑いですけども、はい、爽やかに、爽やかにお願いします。汗一つ流さずよろしくお願いします。フォームが元通りに、元通りになって、はい、どこの劇団っていうか、そもそもどこで脱いでんの、どこで着替えてんの、どこでしょう、どこ、ベンチ裏、ベンチ裏とか内緒だよね。選手ロッカーの近く一回入ったろか。はい、皆さんやられました。ネピー君どつかれました。ゴーヤさん、はい、ちょっといいですか。何、皆さんビーズドリームさんにもう一度大きな拍手をお願いします。あ、ごめんなさい、すいません、ここでは大丈夫です、すいません、拍手するタイミングなくしてもらいました、ね、そうなんです、ずっと言いたかったんですけど、すいません、はい、ゴーヤさんが、はい、ちょっとね、はい、ちょっとだけ待ってくださいね。はい、でも大概拍手してましたよね。もう一度大きな拍手をお願いします、はい、ということで、もう一度、あっこのお姉ちゃんはあのちびっ子がねずっと踊ってました。そうですよね、すごく可愛いですよね、はい、ね、メイクユーヒップって書いてるんですけど、どういう意味ですか。どこに書いてるんですか。胸に。ああ、お前のケツを作る。お前のケツを作る。2回言いましたけど、こんな感じ、そんな感じで、はい、はい、ではいつも恒例の、はい、ネッピー君とリプシーちゃんに、はい、スカイダンスを踊っていただきましょう。あの子もちょっと今日踊ってもらいましょうか。はい、踊っていただきましょうか、ね、いつも踊ってますけどね。はい、お尻作る人おいで、今からまた踊るで、スカイスカイやるで、おいで、ゴーヤ怖いな、リプシーちゃん呼んできてあげて、あ、お姉ちゃん呼んできてあげて、はい、踊ろうか、行くで。お、ネッピー君今日は同じ色を2つ持って、このお尻作る人にはポンポンないですか。ない、ここ上上がる、上がったろか、できるか、登れる、よいしょ、はい、落っこちないようにな、あ、ポンポンあったぞ、貸してもらえ、貸してもらえ、そしてそのままカリパチや、持って帰る、やった、やったな、これであなたもビーズドリームス、やったー、ビーズドリームスさんですね、かっこいい。さあ、もう進行準備も整いましたよ、はい、こっち向いて、みんなのも向いて、前向いて、前、はい、精一杯踊っていただきましょう。はい、お願いします。さあ、それではビーズドリームスさんが踊り、エッピー君、リプシーちゃんも踊って、ちびっこも踊って、ゴーヤも歌います、スカイ、ゴー、おいぼー、シャッ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 、
遥か届け夢を生きこらゆく虹の上かかる明日を開くだろう等しい雫だけの雨が涙を映すように白い本のいざなえ青空の彼方まで聞いたのか、お名前言えますか。誰でしたっけ。あやねまん。はい、あやねちゃんです。あやねちゃんに拍手。はい、こちら拍手をお願いします。よっしゃ、今のうちや。今のうちに帰ったらバレへんからな、持って帰りこれ。はい、ゴーヤさん。ありがとう。はい。元気にお子さん踊っていただいたんですけども、はい、ダンス大会を予定しておりまして。真剣。あやねちゃんですか。あやねちゃんみたいに、はい、一緒に踊っていただけるお友達いますか。あ、今からダンス大会、はい、はい、玉の椅子一緒に同じように玉の椅子のあれと一緒、玉の椅子ダンスタイムか。あ、手を挙げてくれているお子さんいますね。踊ろうか、やるか、もう今からするか。あ、リピリピシ探してきてくれますか。はい、またダンスタイムや、手を挙げていただけますか。一緒に踊りたいと思いますか。R50 やからおっさん踊ろうや、おっさん。どうぞ、ステージ上がってきてね。何、わけのわからん上がり方しとんの。普通でええよ。よっしゃ、おっちゃん踊らんか。ダンスタイムに出場したらどうなるんですか。何かもらえますか。ステージの上で踊っていただけるお子さん、手挙げていただけますか。はい、ステージの上上がろうか。はい、あります。これはみんなステージに上がるんですか。はい、ステージの上で踊っていただけるお子さんを今ネッピー君とリプシーちゃんがリサーチ中です。はい、踊るとなんか縁ももらえるんですか。はい、ネッピー君とリプシーちゃんと一人ずつお写真、お真剣とネッピー君とリプシーちゃんが今日ボンボンを作ってくれたんでボンボンをプレゼントします。これボンボンっていうの。ボンボンですかね。ボンボン、なんか言い方ダサい。ポンポン、ポンポンです。ポンポン、もうちょっとこう、はじけ飛ぶ感欲しい。ボンボンってなんか、藤原、なんかスライムが階段を落ちていくような、ポンポン、ポンポンって、ポンポンはプレゼントです。ポンポンっていう感じだね。はい。何わめいてんの。おしっこ漏れそう。はい、来ていただけますか。大丈夫、あ、いっぱいいてんな。はい。このダンスタイムは一体何の曲で踊るんですか。はい、皆さんありがとうございました。ちびっこは、ね、もう一度大きな拍手をお願いします。1回練習したらすぐできるんですね。はい、そうですね。僕なんかちなみに今あたりできへんから、今あたりは分かれへん。もう6ヶ月、7ヶ月いますけど、ここちょっとゴーヤさん、まずくないですか。え、まずい、まずいですよ、ほんま。はい、頑張ります。またこれ7回にも流れますので、はい、皆さんもう一度頑張って元気に踊ってください。はい、それでは告知の方をさせていただきます。はい、本日は R50 ナイトということで、巨人の星の星ヒューマさん、あと星明子さんによる場内アナウンスがあります。